はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第318回でございます。今回のテーマがそんな人紹介できませんというテーマですね。どうしたどうしたっていう感じのテーマかと思うんですが、今回はというかいつもですけど、学生の皆さんもそうなんですが、保護者の方とか、最近ね、結構学校の先生とかにもこのチャンネル聞いてもらってるので、学校の先生とか、教育にね携わってる方とかにもぜひ聞いてもらえたら嬉しいなという話をしていきます。で、事の発端はというか、今いろんな先生からご連絡いただいてるんですけど、その中で、相談っていうか、相談だなもあるんですよ。で、結構目につくというかあるのが、例えば自分のねこの YouTube チャンネルを子どもたちに紹介させてもらっていいですかっていうのもあるんですけど、その紹介しようと思ったら、上のね校長先生とか管理職の方の NG が出ましたとっていうのは結構来てます、これが。で、その中でも状況を詳しくね教えてくださる先生もいらっしゃって、で、それがねある程度こう数があったもんで、ちょっと動画に一回話すかなと思ってね。で、どんな状況かっていうと、例えば YouTuber っていうものに対してのやっぱ意識なんだろう、イメージが良くないんだよね、きっとね。そのなんかよくわからん動画でお金稼いでる人と同じなんでしょって、そんな人を大事な生徒とか保護者様に紹介するなんてできないとかね、クレームが来るとかね、はい、あるらしいよ、いっぱいこういうのが。で、今回それを聞いてですね、もちろん悔しいというか、キーっていう気持ちも出てくるんですけど、そこを向きとしてもしょうがないじゃないですか。で、冷静にならなきゃいけないもんで、冷静になった時にですね、仕方ないよなと思うところもあるわけですよ。YouTuber っていうもののイメージもね、前に比べれば良くなってきたのかもしれないですけど、それでも普段ね YouTube を使ってらっしゃらない方がやっぱ教育関係のその上の方、年代が上の方は多いと思うので、仕方ないよねって。人って好き嫌いっていうよりも知らないっていうものに関して一番のその嫌悪感というか恐怖心を抱くと思うよね。だみんなもさ、例えばじゃあ学生のみんな英語勉強してると思うんだよね、必須だからやってるじゃん。で、好き嫌い分かれると思うんだけど、でも今からさある程度英語の点数を上げろって言われても、英語自体がイメージが湧くからさ、こういう勉強でしょって、英単語覚えるの嫌だなとかあるかもしんないけど、ある程度努力したら頑張れるかもしれないっていうイメージって湧くかもしれない。でも急にさ、俺大学の時に第二言語ロシア語取ってたんだよね、ロシア語ズラスト VJ とかやってたわけなんだけど、急に今ロシア語めっちゃ勉強しろって言われたらさ、不安にならん？どういう単語があるのかとかも分からないし、何も知らないじゃんか。で、人って知らないっていう部分にやっぱりその嫌悪感、嫌悪感って言っちゃったけどっていうものを抱きやすいわけよ。で、そのニュースとかで報道されてるイメージが良くないから、そこに拍車をかけてダメだと。で、もしね、どうしてもさ、学校の中で保護者というか、保護者とか PTA とかの方が立場が上というか、いう学校も多いわけよ。全部じゃないよ、これ全部じゃない。でも保護者様からのクレームをいただくわけにはいかないんですっていう、もうなんていうのかな、極力波風を立てるなという方針の先生がやっぱいらっしゃるわけだよね。で、そういった管理職の方の下で働いている方からの相談だったと思う、今回に関しては。そうで、今回これを話して、で、なんていうのかな、今さ、俺がよくツイッターで学校の先生からプリントでね、ハイさん紹介されてましたみたいな、俺ほとんどリツイートしたりするからさ、嬉しくてしてるんだけど、リツイートしたりファボつけたりしてるんだけど、うちの学校ないんだけどとかあるわけじゃん、ね、あると思うんだよね、そういうのもね。でもうちの学校の先生なんでやってくんないのってあるかもしんないんだけど、ちょっと覚えててほしいのが、割とその現場の先生、みんなが直で関わる先生の中には紹介したいとか普通にそういうの思ってくださってる方もいるわけよ。そう、でもできないっていうのが実はかなり多い、まだ。そうっていうのをちょっと知っててほしい。
って思ってさ、みんな学生のみんなからの意見ももらうから、なんか先生が先生がってあるんだけど、先生もさ板挟みなわけよ。どっちかというと生徒のためには今言う、で昨日かあのクイズノックがさ、その学校の先生に向けての動画撮ってたよね、サブチャンで。そうであれとかもそのオープンでバンって出してくれたからさ、使いたいって思う先生いらっしゃると思うんだけど、でもクイズノックってあれだけテレビ出てて知名度もあるわけよ。あってもでも NG かかる学校って絶対あるからね。そうだからその子供たちのためには、その例えばクイズノックとか出した方がさ、好きな子は多いわけだから、わーってそれだけでも授業に入り込めるじゃん、頑張ろうって思う子絶対多いわけよ。だから使いたいわけ、先生としては。俺だったら使うもん、俺が学校の先生だったら使うよ、絶対うまく使ってくよ。でも生徒のためには使いたい、でも上から NG がかかるっていう、っていう状況は大いにあるわけよね。そうだから、それをねちょっと知っててほしいというか、うーんって思って、保護者の皆さんもそうなんですけど、うん、っていうのがあってですね。で、まあ、現状じゃあ自分にね、そこから何ができるのかっていうところを、まあ、考えなきゃいけないわけよ。この現状をさ嘆いたりとか、 YouTuber、まあ、そうっすよね、仕方ないっすよねっていうふうに思うって終わるわけにもいかないからさ、変えていかなきゃいけないでしょ、もちろん。じゃ何ができるってなった時に、で、まあ、それの多分第一歩ってなるのが一昨日かな、投稿させてもらった昨日校長先生との対談動画を上げさせてもらったんですよ。で、まあ、ああいうのが第一歩なのかなって思ってて、で自分はずっと前から学校の先生と対談する動画を上げたかったんです。やっぱり、まあ、これからごめんなさい詰まっちゃった。これから、どんどん増やしていきたいなとは思ってるんですよ。ある程度シリーズ化ってわけでもないですけど、学校の先生って、みんながね思ってる以上に教育のことにねすごい熱心なの。全員じゃないけど全員ではない、声を大にしよう、全員ではないぞ。ただみんながもし、まあ、好きじゃない なんか嫌なことがあってさ、例えば A 先生ね、ある先生に、あ好きじゃないなって思う先生がいるかもしんないじゃん。でも実はその先生がめちゃくちゃ熱心かもしんない、そういうことってあるんだよね。あるあるある、学校の先生って本当真面目だから基本的に。でも先生たちがさどういう教育論を持ってるのかとか、どういうふうに思って教師を目指したのかってなかなか知らなくない、みんな。でそういうのを、まあ、別に発信したくない人はいいと思うんだけど、発信したいというか、先生って人間だし、当然ね人間だし、なんだろう、そこにヒストリーがあるわけよ、物語がある、辿ってきたね。でそれを俺学生のみんなに見せるのって俺はいいなってって思ってる人なの。そう、自分がもし学生の時に、うん、まあ、全然知らない学校の先生に興味抱くかどうか分からんけど、でももしね俺が学生の時 YouTube なんてなかったからさ、だからまあみんなとこう被せて想像することはできないけれど、もし俺が今学生でこうやって YouTube があって、まあ、ハイチみたいな教育 YouTuber があるとすると、じゃあ俺が学生でねハイチが好きやと普段見てるとなった時に、ハイチがそのまあ、なんだろう、ハイチのことを信頼してることがもちろん前提にはなっていくけど、この人がこの先生と対談してるってことは何かしらハイチにとって意図があるはずだと。だってさ適当にさ誰でもいいからコラボしましょうっていうタイプじゃないって思ってほしいんだけど、そういうタイプじゃないからね、もちろんそこにはこの人だから話したいって思った理由があるわけだから。そうじゃあ聞いてみようかなって、で聞いてみた時に、あ先生ってこんな一面もあるんだみたいなのを感じれたら、俺は多分ね、もともと教師が俺大っ嫌いだったんで、もともとね教師っていう存在自体は、大人っていう存在自体もそうなんだけど嫌いだったから、イメージ変わっていくと思うよね。うん、まあ、全員が全員じゃないけどもちろんさ。でそういう体験って俺いいんじゃないかなって思っててさ。そうだからこれからまだまだね、もちろんまだスローペースだけど、うん、増やしていきたいななんて思ってるわけなんですが、まあ、今回ね、まあ、このテーマで喋らせてもらったのは、ひとまず学校の先生がそういう状況なんだっていう、しかも本当一人じゃないからね、いっぱい来てるから、これいっぱい来てる。そうで、まあ、そこに向けるためにはその学校の先生っていうところと、まあ、俺が一 YouTuber として、なんていうのかな、同じ目線というか同じ方向を向いている人なんだよっていうのをやっぱり理解してもらうのって大事だと思ってて、まださ
昨日挙げた柴田先生との、ね、柴田校長先生との対談だけど、もうあの方ってすごいことなんだよ。柴田校長と話せただけでめっちゃ連絡来たから、お、柴田先生と対談したんですねみたいな。そうそう、有名な方なんでね、すごくね。でもいろんな方と対談していく中で、その全然違う世界じゃないんだよっていうのは、やっぱり徐々に浸透させていくのは多分自分にしかできないことなので、まあ、それはもちろんやっていくんだけれど、なんていうのかな、すごい生意気だけど、その対談の中でも話したように、俺は学校の先生ってもともと自分がやりたい教育が絶対あったはずなの、今でもあると思うんですけど、でもその管理職の関係とか保護者の関係とかいろんなものに忙殺されてって、どん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 その火種というか自分の中で燃えたぎってたものがどんどんどん小さくなっていって消えていってしまうのね。仕方ないっていう、しょうがないって、環境が許してくれないんだもんみたいな。でも学校の先生がその自分の教育やりたいものをもっともっと突き詰めてやれる環境になって、それが許される環境になっていったら、先生生き生きしていくと思う。だから生き生きしていく先生がもっともっと多くなっていくはず。で、学校の先生が生き生きして、生き生きした教育をしてくれたら、それって誰のとってプラスかって、子供たちにとってプラスなわけよ。間違いない、それは。そう、だから、なんかそういった好循環を生むためには、今の学校の先生のポジションっていうのを、ポジションというか、やっぱりちょっともっと先生が働きやすい環境が必要だって、生意気ながら思っていて、ずっとそれは。そう、だから、時間かかったけど、もう8年もかかっちゃったけど、でもやっとこう昨日大きな一歩を踏み出せたからさ、学校の先生と一緒に対談をさせてもらうっていうのがね。なのでそこに向けて、なんか小さな力かもしれないけれど、一緒にやっていけたらいいなってすごく思ってる、はい、っていう感じかな。まあなかなかまあ難しいと思う、YouTuber ってだけでもね思うけれど、でもまあこれから現状ね、現状そうだとしても1年後の配置がそう思われてるかどうかなんて分かんないじゃん。それは俺の努力次第だし、変えていける、変えていけるから、環境は。そうだから、そこは頑張んなきゃなって思う。でも未来の話をしても今はしょうがないので、現在今ね、今の今を生きてるみんなにとっては、学校の先生がそういう状況に置かれているんだっていうのはちょっと頭の選択肢に置いておいてほしい。多分なかったらさ、なんだよ学校うちの先生はってなっちゃうじゃないか。でもそうじゃないかもしれないっていうのは頭の片隅に置いといてほしいなって思います、はい。しつこいんだけど、なんか俺変態みたいになってるんだけど、学校の先生ってね、マジで素敵な人多いんだよ。本当にそれ思う。いや逆もしかりよ、だってさ、学校の先生だって毎年さ、もう もうたくさんの方がなっていくわけ、たくさんの学校の先生が誕生していくわけ。だって1000人2000人っていたらさ、当然その中に変な人もいるわけよ。いる、いやいるよマジで。だって学芸通ってた時に、いや俺どっかで話したけど、お前が教師なんのみたいな、いや思ったよ。そう、お前 が子供たちの前に立って何を喋れんのっていうふうに思ってた人もいたけどさ、そう、でもそれはもっと一部なんだわ、そんな人は。そう、多くの方が本当に子供たちのためにいて、教えるのが好きで、子供が好きでっていうんでやっていくからさ、そういった方がもっともっと生き生きにできたらいいなって思う今日この頃です、はい。伝わった？大丈夫かな？ごめんなさいね、ちょっとなんかわーって話しちゃいましたけど、今日は感情のままに話してしまいましたが、まあ、今回はねこんなことを喋らせていただきました、まだまだ時間かかると思いますけど、今後の配置にぜひ動向を、でもなんかいやまとまってねえからやめよう。ありがとうございました。はい、という感じでね、今週のダラダラジオは以上でございます。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらまた聞いてみてもらえたらと思います。あ、そうそうそう、最後にですね、ダラダラジオのテーマに関して割とリクエストに答えているので、なんかこのテーマで話してほしいっていう。で、このダラダラジオに関してはもう俺自由だと思ってんの。今回教育について話したけど、別に恋愛だろうが何だろうが喋っていいと思って、ここはもう一番自由でいいはずでしょ。だからなんかこういうテーマ話してほしいとかね、なんか好きな人の落とし方聞きたいっていう、いや何も言えねえけど、まあそういうのも構わないので、例えばコメント欄とかツイッターとかね、リブ送ってくれれば、もしかしたらテーマ拾うかもしれないんでね、よかったら送ってみてください。では今週は以上となります。以上です。ありがとうございました。